リーグ戦初スタメンの今日のゲームまず振り返っていただけますか。まあ、最低限引き分けで終われてよかったかなと思います。今日はあの自分のところから中盤で起点になりたいという話も聞いてましたけど、それはご自身どうでしたか。ミスもありましたし、まあ、自分のところで起点っていうのはなかなかうまくできてはいなかったかなとは思います。改めて J1 でプレーした、感想を聞かせください。そうですね、まあ、自分の課題も見つかりましたし、まあ、もっと練習して上手くなる必要があるなっていう実感が、はい、あります。埼玉スタジアムの雰囲気はいかがでしたでしょうか。まあ、すごいいいスタジアムでしたし、まあ、もっと活躍できるようになりたいなって思います。最後に今日終わった後に先輩からどんな言葉かけられましたか。そうですね、まあ、普通にプレーの内容とか修正点だったりもっとこうした方がいいっていうのをコミュニケーション取りました。はい、さあリーグ戦残り4試合です。意気込みをお願いします。そうですね、まあ、残り4試合全部勝てるように、しっかり準備してやっていきたいなと思います。はい、